15.35。井上尚弥選手、55.3kg、スーパーバンタム級のリミットでパスしております。井上尚弥選手、55.3kg、スーパーバンタム級のリミットでパスしております。続きまして、挑戦者、DJ ロヘニー選手をお願いいたします。ロヘニー選手、55.1kg、OK です。DJ ロヘニー選手は、55.1kg、200g のアンダーで、腰入れでパスしております。井上尚弥選手は 55.3kg、122ポンド、そして TJ ロヘニー選手は約 200g アンダー、55.1kg、121ポンド、2分の1でパスしております。まあ仕上がりはバッチリです。練習はいつもやってました。昨日も練習基本、まあ練習っていう練習ではないですよね。昨日です。本格的なのは会見の前の日ですね。スーパーバンタム4戦目になって、はい、スーパーバンタムの体になってきたという、はい、あの発信もありましたけど、あの体はやっぱり変わってきてますか、ね。そうですね。体も仕上げ方もうまくこのスーパーバンタム級で、まあ今回4回目ですけど、かなりうまく来てると思います。どういうところで実感しますか。どういうところかな。まあそれはもう自分の感覚ですけど、もちろんその。まあ筋肉量の、まあ作り方だったり。まあプラスそれに対してスピードも落とさずっていうところも、こう、意識しながら、ですかね。前回、水抜きちょっと使って。はい。今回も。そうですね、今回も少し。まあでもちょっとここでは、そんなさらっと言えるぐらいのものではないので、まあそれに対してはちょっと今はコメントを控えさせてもらいたいですね。肉体ね、はい、見たら、こんだけ絞ってんのに、やっぱり、こう、でかくなってるというか、はい、細かい筋肉がすごくついてる感じに見えたよ。まあそうですね。まあ、スーパーバンタム、まあ数年後にフェザー級をこう見据えるのであれば、やっぱりまだまだやっていかないこと、やらなきゃいけないことっていうのはあると思うし、まあそこにやっぱり向き合っていかないと、まあ成長というものも見られないと思うんで、こう今までやってきたものをそのままやっていくんじゃなくて、やっぱり何かをこう、新しいことを取り入れながら、まあ手探りですけど、それを進めていかないと、まあ、この現状維持で止まってしまう。まあそうならないためにも、まあ何かをやっぱ変えるべきだと思うし、はい。まあそういった意味でも今そういうところをちょっとこう、自分の中で考えながらやってます。それはあなたが言う。明日の試合で見せる、はい、さらなる進化してる、いろんなのが。まあその技術的なものって言ったらまあ、そんなすぐに変わるものじゃないと思うんですけど、まあこういう少しこう積み重ねた、減量方法だったり、体の作り方だったり、っていうものが、いずれこう、フィジカル強化として、こう、現れてくると思うので、まあそれが今回の試合に限らず、今後一つ一つシェアしていく上で、それが、まあ少しずつ蓄積されていって、形となればいいなと思うんで。前回東京ドームで、あれだけでかい注目の試合して、はい、で、次の今回の試合、はい、プレッシャーはある？まあでもプレッシャーはもういつもと変わらず、前回が東京ドームだったからっていうのも、まあないですし、その、自分は試合をやる、楽しみ、喜びっていうものが、まあ、一番だと思ってるんで、
まあ、場所はどこであろうが、そのリングに上がるっていうところに、自分自身に期待してますし、その、楽しみにしてますって感じです。では、すいません、よろしくお願いします。でかいと言われてたドニーの体は今日どうでした？だいぶ水抜いたなって感じでしたね、やっぱり。だからこその、あのリカバリー、10キロぐらい戻るような、まあ、リカバリーがあると思うんで。まあ、ただ、まあ、ね、自分相手にそんな、10キロ以上戻したら、ボクシングできないぞっていうところを見せてるかなと思ってるんで。まあね、この階級性のあるボクシングっていうものは、体重があればいいだけではない。っていうものは自分は思ってるんで。そういうところも、まあ含めて明日はボクシングを見せていきたいなと思ってます。フェイスオフの最後に、はい。肩叩かれて、はい、まあ、割とフレンドリーというか、まあ、もともとそういう人じゃないですか、ドヒニー、うん。まあ、でもそういう、ドヒニーですけど、気合はものすごく感じられた、うんうん。やっぱり気を引き締めて、いつも以上に集中していかないといけないなっていうのは感じますね。じゃあ、ありがとうございます。